フリードリヒカールフォンヘッセンカッセルは、ヘッセンカッセル紅白科課長。1918年の短期間、フィンランド国王カールレイッセイと称した。プレーンの一族の所領で生まれた。父は、ヘッセン公子、フリードリヒ、母は二度目のヒプロイセン王女、マリア,アンナだった。父フリードリヒはデンマーク軍士官であり、1840年代に、 フレゼリク7世王の後目問題が発生すると、時期多い継承者の一人と目された。デンマーク王家の男系がフレゼリク7世の死と共に、途絶えると、フリードリヒの姉、ルイーゼの夫であるクリスチャン9世が即位した。フリードリヒはデンマークで長く暮らしたが、1875年に、ヘッセンカッセル家の本流であるヘッセン先帝公、フリードリヒビルヘルム1世が、 亡命先のプラハで死去すると、ヘッセンカッセル課長を継いで、ドイツ北部へ移り住んだ。フリードリヒカールが生まれて18日後、重視のマリア不要泥ブナがサンクトペテルブルクで、長男ニコライを生んだ。数十年後に、フリードリヒカールは、ニコライ2世から、フィンランドの君主位を引き継ぐことになる。父、フリードリヒの死後、長兄フリードリヒビルヘルムが、 ヘッセンカッセルホーハクを継承し、その後時系アレクサンダーが継承した。1917年12月6日、ロシア革命により、ロシア帝国の瓦解を見届けたフィンランドは、ドイツ帝国にせき立てられるように独立を宣言した。新国家は、君主制と共和制のいずれを選択するかを迫られた。当時のフィンランド議会は、王政支持者が多数を占めていたが、共和制を宣言。 しかし内戦を経て、王政支持者が主導権を握った。1918年10月、皇帝ウィルヘルム2世の義弟フリードリヒカールをフィンランド国王に選出した。リトアニアは、すでにこれと似たような段階を1918年7月に踏んでいた。ビュルテンベルク王家の冒険、ウラッハ皇をリトアニア国王ウィンダウガス2世として選出していたのである。 ラトビアとエストニアはバルト連合公国を形成してバルトドイツ系貴族を君主に据える構想が出来上がっておりビルヘルム2世はバルト海沿岸の三カ国が帝国の構成国となることを狙っていたすでに君主としてメクレンブルクシュベリン公王アドルフ・フリードリヒの名前が上がっていたビルヘルム2世はフィンランドもバルト連合公国と同じようにすべく考えていた しかし、フィンランドの王政以降は遅れた。王政支持者はかつて、スウェーデン領だった頃の法律を引き合いに出し、また19世紀に、ロシア皇帝が、フィンランド大公になってからの方も多く存在した。フリードリヒ・カールは、フィンランドとカレリアの王、オーランド公ラップランド大公カレワラ教、カール・レイッセイと称することとなった。1918年11月11日、 第一次世界大戦にドイツ帝国は敗戦し、ビルヘルム2世は退位し、ドイツ共和国の成立を見た。ドイツの敗戦により、連合国はフィンランドにドイツ系の君主が誕生するのを決して受け入れなかった。同年12月14日、フリードリヒカールは即位を辞退し、フィンランドは共和制を選択した。1925年3月、時系アレクサンダーから、 ヘッセンカッセル法博家課長を継承した。1940年にフリードリヒカールが亡くなるとサンナンフィリップが後を継いだ。しかし、法博家の文書と書簡によるとフリードリヒカールは4男、ボルフガングをフィンランド大位請求権者に指名していた。ボルフガングは1918年に両親とフィンランドを訪問し未来の大大使として フィンランド人女性と結婚する準備をしていたのが明らかなためだった。1893年1月25日、フリードリヒカールはドイツ王女マルガレーテ・ホンプロイセンと結婚。二組のソーセージを含む六人の子供を設けた。歴史的にヘッセン・カッセル家は北欧と縁が深く、北欧の昭家とは互いに通婚関係があった。また、一代限りで終わったが、 スウェーデン国王フレドリク一世は同家出身であった。フリードリヒカールがフィンランド王に衰退された理由にはこのような歴史的背景があったのかもしれない。フィンランドにおける君主制支持者のほとんどはスウェーデン系フィンランド人であった。ありがとうございます。